はい、どうも、クロスロードです。チャンネル登録者が今、37人。ありがとうございます。というわけで、チャンネル登録者35人台の大台突破しました。コメント返信コーナーやります。今回のコメント返信コーナーでは、前回のコメント返信コーナーで拾い逃したものや、新たに投稿した動画に載せられたコメントなどを一気にまとめたものを、ここで披露したいと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。うぽつです。本当にこういううぽつって言われるのすごい嬉しいのでって言ってた。うぽつって言われるの嬉しいです。ありがとうございます。うぽロード、ん、うぽロードうぽつロード。あ、うんうん、いや、あのついにあれだね、うぽつロードってさ、うぽつとロードをそのままくっつけてるよね。更新早くしてよ。これね、本当にね、悪いんだけどね、なかなか無理なんだよ。まず動画撮る時間とかがあんまりないみたいな状況です。はい、青にやってください。生放送の方でやったから見てもらうといいよ。しばかぜー、うわー、どうした。ゲリラモッド入れてみては。まあいつか入れてやってみようかなって感じ。東方の配布マップを5つの難題モッドを入れてください。5つの難題モッドもまあ入れようかな、いつかやります。うぽつです。変身モッドを入れて狼になってください。狼か、かしこま。こちらのモッドはですね、倒したモブになれるというモッドらしいです。で、どういうことかというと、 F1 をして、例えばここにスケルトンがいるじゃん。で、こいつを今から倒す、今からと燃えないで、こう倒すと、こんな風に、はい、え、来た、こんな風に、はい、ゾンビに変身できると。おお、ちゃんと剣持ってるんだね。と、こんな風にモーション付きで倒したモブに変身できるというモードです。で、こちらの予防にありましたスポーンウルフを使って、まず狼を召喚します。ポンと、はい、こちらが狼ですね。まだ名付けていない状態です。これを切っていきたいと思います。それじゃあ行きましょう。せーの、ドン。はい、そんなわけで狼に変身できました。これが狼クロスロードくんの姿です。これ全部のモブになれるらしくて、元で追加したモブにもなれるんだとか。はい、で、切り倒すと、おうおうおうおお、視点が上がって村人になった。うん、ちゃんと鍛冶屋さんのエプロンつけてるね。そんなわけで変身モードでした。以上。いつも見てます。質問ですが、脱出ゲームやスカイウォーズなどの公共に出ているマップなどをやったらいかがでしょうか。あと、大変でしょうけど、質問コーナーなどは10人ずつにやるとかにしてみればどうでしょう。動画は全体的に10分前後にした方が視聴者からして見やすいですよ。ありがとうございます。こういう指摘のコメントは本当にありがたくて参考にさせていただいております。まあ、うん、脱出ゲームやスカイウォーズの公共のマップやったらいかがでしょうかって、まあ確かにやってはいるんだけど動画にしたことないよね。やっとくぜ。あと、大変でしょうけど、質問コーナーなどは10人ずつにやるとかにしてみればどうでしょう。あー、なるほどね。となると次は登録者40人出たら質問コーナー1回やる感じ。なるほど、面白い。動画は全体的に10分前後にした方が視聴者からして見やすいですよと。うん、オッケーオッケー。僕も動画は10分内に収まるようにしてるんですけども、ね、たまにね、そのいろんなことを言ってるとね、13分とか15分とかの動画ができちゃったりするから、そこは本当に申し訳ないんだけど、ただ2パートにも分けるわけにはいかないから、そういうこと。仮面ライダーのモノマネ全力でやって、かっこ何でもいい。行きます。3、2、1、ゴー。ガイト大輝は私の弟です。私はお前に助けられて真っ当な道を歩めることができた。今度は、私がお前を助ける番だ。聞くところによると、お前も仮面ライダーの力を手に入れたみたいじゃないか。試してあげよう。お前の力を。いいセリフだ。感動的だな。だが無意味だ。そのワールドでサバ開いてほしいでござる。ズジロクラフトのワールドでサバね。開いても誰か来るのかな。この質問のお返しは別の動画でやりたいと思います。楽しみにしてろよ。というわけで、コメントはこれで、気になったコメントは全部返し終わりました。ぜひどしどしコメントいただければ、このようなコメント返信コーナーで
ちょくちょく返信していきたいと思っているので、皆さんコメントよろしくお願いします。もちろん高評価、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。じゃあバイバイ。